こんにちは。フェイスアンザードスタイルの K です。今日は三越日本橋店の関さんと一緒に語りたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。関さんといえば、まず浮かぶのはランニングですけど、今日はどういった話からいきましょうか。そうですね、だいぶ夏で暑くなってきたんで、着るものもだいぶ薄着になってくると思うんですけど、上に着るタンクトップとか、そういうちょっとものとか、あと短パンですかね、大人だとやっぱ短パンに抵抗あると思うんですけど、そこら辺の話を楽しく、できればいいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近もやっぱり走ってらっしゃるんでしょう。走ってますけど、やっぱりちょっと距離がそんなに長く走んないで10キロ。長くて10キロで長くて10キロ、はい。Kさんも相変わらず走ってらっしゃる。僕は長くて3キロ、やっぱり続けてらっしゃいますもんねランニングじゃなくて、僕の場合はジョギングですかね。昔で言う、今は何て言うんですか、ジョギングじゃなくて。今は、ジョギングですね。ジョギングでいいと思います。はい、はい、もうゆっくり続けてはいますけど、あんまり夏は大会自体も少ないんで。そうだから、それとね、走る前まではちょっと嫌だなと思うんだけど、はい、走った後時と走った後がいいんですよね。爽快でやっぱりやってよかったなと。だからもういつもやっちゃうんですよ。朝ですよね。僕は、どちらかというと午後ですね。午後走る。3時以降。あ、ちょうどいいですね。ちょうど空いてるところ、街がちょっと空いてる時。なるほど。T シャツとかでこの時期。僕は T シャツ、コットンの T シャツにオーソドックスなんですよ。プラスチックな T シャツ。なるほど。言ってみればユニクロで買った、ミッシェル・バスキア、ジャン・ミッシェル・バスキアシリーズがあるんですよ。ありましたね。はい、それ5、6枚あるんで、代わり番号着てるんで。そういう感じ。そうですよね。汗かきますからね。コットンがね、僕にとってはやっぱりなんか一つの肝ですね。なるほど。もちろん今ね、さらっとした、そういうハイテク素材もあるんでしょうけど、やっぱりどうしても、コットンで汗を吸っていく感覚がやっぱり、ああ、そうですね。なんかこういいですよね。捨てられないというか、はい、確かに。今日はその着るものの中で、短パンとそのタンクトップの部分をちょっとこれ実は今日、全部同じブランドの短パン持ってきたんですよ。なるほど。で、走る時と普段過ごす時の、全部同じなんですけど、短パンをちょっとこう変えてて。どこが違うかをじゃあ説明してもらえばいいわけですね。パタゴニアさんのみんなも大好きなバギーショーツっていうやつなんですけど、僕が持ちましょうか。あ、すいません。はい、これそのまま中にこういうメッシュが入ってるんで、そのままもうパンツ履く履かない好き嫌いありますけど、履かなくてもそのまま直接履けるやつなんですよね。今 K さんのお持ちいただいてグレーとこの黒、同じバギーショーツなんですけど、長さが違いますね。そうなんですよ。こっちが K さん持ってらっしゃるのは7インチで、僕の方が5インチなんですけど、こちらがクラシックタイプですね。そうなんですよ。クラシックタイプ、プロタイプというか、プロタイプで気分によって、T シャツの大きさとかも合わせて、変えたりしてますね。これ走る時のパンツなんですけど、さらに短くしてて、なんか走るランナーさんからすると、みんな足さばきって言うんですけど、それがわかる。はい、足さばきがすごく変わってくるんで、これを前回もちょっとお話したかもしれないですけど、ポケットとか分かりやすいところより機能的になってくるタイプ。ポケット大事ですよね。大事ですね。走ってる時何もないんだもんね。はい。ディーパックしようって走るはいかんからね。そうなんですよ。夏だとやっぱ暑いんで、こういったものもあります。あとはもうより自分大会とか出るときは、これ触っていただくと、一応洗ってあるんで、さらっとしてますね。はい、スパッツなんですよ。なるほど。よく特に女性の履くスパッツ。ああ、そうです。で、特に川沿いとか欧米の外国人の方が結構多いんですけど、スパッツだけ履いて走ってる人って結構いらっしゃるんですよね。なるほど。ただそういう時ってどうしてもなんですか、こういう圧縮が強いんで、なんですか、こうシルエットがもしっかり出るわけで、しっかり出るわけですね。ちゃってあまり見る側としては美しくないんで、スパッツ素材に今さらにこう普通に
ダミーになるように上に、はい、入ってるんですよ。それでカバーできるんです。カバーできるようになってる。なるほど、よく考えてますね。まあなんか名前がエンドレスランっていう名前のパンツなんですけど、うん、これいいね。僕もこれ買おうな。じゃあいいなこれ、結構おすすめです。うん、好きな方はパタゴニアの中でも結構マニアックな品番なんで、うん、なるほどね。好きな人が必ずまとめ買いするみたいな形の、うんうん、これ良さそうだね。パンツです。なるほど。もっこりしませんので、これはもう3年ぐらいもう着倒してるんですけど、うんまあ、全然へたれないんで、うん、やっぱさすが初期投資はかかりますけど、いいな、うん。そうだよね。パタゴニアは本当10年ぐらい平気でやる持つよね。平気で、そうなんです。僕なんかもスキーウェアとかはそういうの多いけど、ありますよね。長く流行気にしなかったらすごく長いよね。はい、早くへたれてほしいとか思うよね。味が出る感じ。パッドもないですか？パッド付きとか。よく映画でパッド入れてるじゃないですか。女性だけじゃなくて男性も。そうですね。まあ、結構こんな感じで短パンはいろいろ一つで一人に種類がたくさんありますね。タンクトップは、まあ、ちょっとここで最近見た映画の話なんかちょっと K さんに。じゃあ僕がお手伝いしましょう。すみません、はい、K さんの、ね、トラットチャンネルで進めていただいた、ね、V シェーダーが出てるマラソンマン、サスペンスのマラソンマン、はいはい、これがオープニングと途中で出てるし、ダスティーホフマンね。ああ、そうです。セントラルパークで外周で、あ、そうです。タイムアップしてるやつ、ね。はい。やっぱこの人たちの時代もタンクトップ着てるんですけど、やっぱどうしても今これじゃあ着て走るかっていうと、いや今これだと かなりナードでしょう。結構そうなんですよ。あ、そうだ。これはかなり際どいですよ。彼だから多分こんな開いててもかっこいいんですけど、なかなかこれをうまく今日本人が着こなせるかっていうと、私着てるタンクトップなんかはもうだいぶ詰まってるっていうか、これいいじゃないですか。結構このぐらいだと胸がね、そうなんですよ、上に詰まってるんですよ、うん、これだと胸の貧弱な日本人にも合いますよね。そうなんですよ。まあこのかなり首の部分が上に来てるんで、うん、シルエットも全然おかしくないし、見てる方が失礼な雰囲気にはならないなっていうので、うん、こういうのが、うん、今はノースリーブって言えばいいですかね、女性でいうところの、はいはい、まあ、もうちょっとこうよりここを太くしたいのがあるんで、うん、まあ、こういうのがいいかもしれないですね。ランニングとちょっとだけ逸れちゃうんですけど、今日ソックス白履かれてるんで、僕も、まあ、白を履いてるんですけど、検査で一回聞いてみたかったんですけど、まあ、ランニングとかそういう時もやっぱ白がまあやっぱりスタイルの中にあって、白い靴下って、まあ、どうしても汚れ目立つじゃないですか。そうですね、結構何回ぐらい履くとか、こうやってもしてるとかってなんか基準ありますか？結構 IB ファンとかトラット好きはホワイトソックスでやっぱ悩まされるかなと思ってるんですけど。ああ、なるほど。聞いてみたら。ランニング用じゃなくてですか？じゃなくて、なくてです。普段でですね。はい。もう汚れるのは1日やったら汚れますから、はい。いわゆる新品の状態と違うでしょ。はい。ですから気にしたら気がないんで、はい、汚れても気にしないというのはまず一つ原則があって、はい、そう言われると1年、年間ですね。はい。年間で捨てていくって感じ。あ、じゃあ、ね、ある程度。カセットでこう履いて、大体かかととつま先が落ちなくなるじゃないですか、はいはい、ですから、まあ、ある程度までいけばもう諦めるという。ああ、そうですね。今の靴下ここのゴムが取れるとかそういうことはないですから、それ待ってるともうプロイソックスになっちゃう。そうなんですよ。昔はねこの辺がへたれてくるから、はい、十分捨てれたんですよ。あ、今はねこの辺が逆にしっかりしすぎてるんですよ、はい、もう少しへたれてこないかなぐらいにね。なるほど。思うんで、だからまあ汚れてくるのを待つしかないですよ、うんうん、それと汚れるのはもうしょうがないんで気にしませんね、はい、あ、やっぱそれが一番。だから例えばらしいシューズの上に汚れてたら気にしますけど、はいはい、ダメですけど、シューズの中に入ってる具合感じですと別にいいんじゃないですかね。あ、なるほど、まあ気にしないと。そう、気にしない。なんかこのランニングウェアもそうなんですけど、やっぱりそうなんですか、機能が良くなっちゃってるから、だからそれ捨て時がわからないっていうか。そうそうそう、それはあるよね、はい、うん、すごく躊躇するところもあって、特にIB トラットファンのあとスタイルの中にホワイトソックスやっぱ欠かせないんで、ここの仕事着ってどうなのかなって分かんなくて、ま、だからここが汚れた時はもう終わりでしょう。まあ、そうですよね、ね、うん、
なるほど。意外とだからね、映画のシーンなんかで、はい、あのちょっとつま先が破れてたり汚れたりするシーンがあるんですよ。あ、はい、なかなか微笑ましくていいですね。あ、だから気にしないっていうのは僕の、うん、僕としての答えです、ね、なるほど、なるほど、バンカラな感じでいいんじゃないか。バンカラな感じ、なるほど。第一、一回履いたらもうそんな近いですから汚れますから、そうっすね。白いソックスはそれはつきもんですよね。例えばね、白のボタンダウンでもそうなんですよ、はい、襟がもう気に入ったボタンダウンはいつも着るから襟が破れてくるでしょ、はい、ここの部分とか、はい、この部分とか、はい、気にしちゃダメなんですよ。あ、まあ、これが自分の歴史だとか味だよ。なるほど。ただし、まあ、清潔さだけはね、うん、保ちますけど、はい、あの汚れ落としとかでね、うんうん、でも多少ほつれてもそれはまあ味ということにしちゃいますね。そうですね。分かってくれる人だけ分かってくれるという感じで。なるほど。いいんじゃないですか。はい、なんか特に夏場にこれから入ってくると、まあ、ランニングの着るのもさっき言ったモノトン系を白が多かったと変わってましたけど、やっぱり結構着る服とかもやっぱり白とか結構さ、多く入れてくること多いじゃないですか。そうするとやっぱり今みたいなあの考え方が逆に不安になるっていう、うん、結局ね、匂いとかは嫌だよね。まあまあそうですね。それとシミのようにちょっと見た感じ不潔な感じも嫌だよね、うん、でも汚れっていうのはもういいんじゃないですか、うんうん、僕が思うには。なるほど、僕も知らなかったんですけど、なんかそのちょっと走る系の話を、はい、今日させてもらえばと思って、あのランナーとかそういう名前タイトル見せたら、栄光のランナーっていう、栄光のランナー、5年前ですかね、はいはい、にあのあった映画なんですよ、はい、でなんかここに結構タンクトップのシーンとかがあって、かっこよかったんですけど、これ相当古いモデルですよね、服装。いつ頃の服装ですか。これは1936年。ああ、なるほど。ちょうどドイツのベルリンで、ベルリン、ナチスの大会。ああ、そうです。オリンピックがある時のアメリカ代表の方の、この金メダル4つ取った人なんですけど、その人をこう描いたやつですよね。結構好きなスタイルで、やっぱりそのカレッジオハイオからあのアメリカ代表にそのまま上がっていってあのトレーニングを積んでいくシーンなんですけど、やっぱりあのスタイルですごい、今だともうこれ1936年だから80年以上前の話ですよ ね、うんうん、なるほどね、モデルが。なんですけどやっぱり未だにやっぱかっこいいなと思って、うん、ドイツの金メダル取るわけですね。金メダル、はい、走り幅跳びでも金メダル取って、ドイツ そのライバルの方と最後、その当時の時代からいくとドイツとアメリカってなかなかあの戦争もあって関係性が良くなかったんですけど、まあ、ここがあの最後お互いにこう讃え合うっていうすごい感動的なシーンがあるんですよね。炎のランナーのあれですね、実話版ですね。あ、そうなんです、そうなんですよ。この人やっぱり金メダル取ってからもしばらくアメリカ帰ってからも、なんですかね、いろいろとあの美化されなかったらしいですよね、うん、この時代のやっぱりスタイルでもやっぱり今のあのさっきのマラソンマンでもそうですけど、やっぱり着方のヒントになるなと思ってて、うんうん、なんかやっぱりこういうふうにスウェットもワントーンで着るとか、うん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 、あんまりこう個人的には僕はあのネオンカラーとか蛍光の黄色とか、うん、ピンクとかってあの、うんランニングする時のならではの色ってあるじゃないですか。あれあんまり好きじゃなくて。なるほど。やっぱりあのクラシックな、うん、あの合わせ方のなんか勉強になるなと思って、うん、改めて思って。特にこの人のように、はい、スウェットの上下、おっしゃったように、はい、この感覚が今ニューヨークのストリート派にファッションになってるよね。あ、そうっすよね。ね、すごくね。やっぱりあのスウェットとかあの K さんもあの実際に被られてるキャップとか の、うん、あのイメージにやっぱこういうところのテイストが入ってますよね。そうですね、うん、スポーツタイプとかカジュアルタイプのものを待ち着にするときに、はい、ちょっとタウン化させなきゃいけないじゃないですか、はい、だからおっしゃったように、はい、ちょっとシックな感じにしていくんでしょうね、うん、逆に。あ、なるほど、馴染みやすいように、なるほど、まあ、それは確かにそうかもしれないですね。結構あの全部着てるものがあの日本のブランドばっかなんですよね今日は。で、帽子はこのマッキーってアスリートもあるランニングの洋服買うときに出してるので、
This is my sports wear。 かなり長ったらしいブランドなんですけど、まあ、シンプルな泥棒が気に入って、プレイボーイのマグに似てる。あ、そうそうそうです。ちょっとあのそれをもじったような感じですよ。で、まあ、上、上下はこれ仕事中も着てるんですけど、結構あのモヒートっていう、やっぱりこの後ろのインパーテッドプリーツが結構好きで、オーバーサイズで、あの、着るように。ストレッチ素材だね。そうです。ポリエステル。なので、ね、ずっこけても大丈夫ですけど。さすがスポーツマンで、ね。で、今日はあのカットソーが、あの、ちょっと普段全然違うんですけど、そういうスタイル見るの初めてですね。ものすごい大きい T シャツをわざと着てますけど、ね、今日は、この、あれして、あの、グラスペーパーって、これもあの、大きい、ちょっと T シャツを着るときに、日本の方が着たっていうので、なかなか仕事中こういう格好はできないので、まあ、今日はちょっと。そう、僕も初めて見た。あ、本当ですか。関さんのそういうスタイル。大学のとき、結構あの、音楽上、こういう格好する音楽が好きで、はしてた。久しぶりにこういう感じにした感じです。で、やっぱり足元は、K さん、あの、バンズだったんですけど、ね、僕ジャック・パーセル好きで、ジャック・パーセル、はい、の、ジャック・パーセルの、まあ、レトロですかね、これは、はい、あの、少し多分同じところで作ってんじゃないかな、かもしれないんで、ね、ものすごく似てますもんね、バンズの、似てる、そうなんですよ。で、まあ、あの、ホワイトソックスは忘れてるんですね、それにスカーフを巻いて、あ、そうです、これは岡山で100件、家庭のマークが好きで、リネンのボタンダウンシャツにコットンのニットタイ、はい、だからまあスタンダードで、やっぱりあれですよね、あのセンスかもしれないですけど、馴染んでますよね、やっぱりもう素材感がすごい馴染んでいや、というか夏はやっぱりね、このこれはギャバじゃないんですけど、はい、まあ雰囲気ギャバ人ということで、はい、まあ、この色のコットンスーツを着るのがやっぱり、うん、チアサッカースーツと同じで定番ですね、僕の、リネンのシャツ、ケイさんいつ頃から着るんですか？いつ頃から？あの時期。あ、時期ね、はい、リネンのシャツ着出すのは5月入ってから。5月入ってから。じゃあ今年ちょっと早くってことですか？少し暑いじゃないですか、あの季節 の感覚が今年早いじゃないですか、うん、桜が散るのも早かったし、梅雨くんのも早いし、ちょっとおろしが早かった。結局ね、あの、なんていうんですかね、季節感先取りってわけじゃないんだけど、うん、例えばマドラスとかを、はい、5月、6月ぐらいは新鮮なんですよ、はい、8月になるとちょっとだれてくるんですよ。わかります？わかります。9月になるとおかしいんですよ。わかります。だからリネンシャツもそうなんですよ、はい、日本の9月は暑いんだけど、はい、だからってリネン着ていいかってわけじゃないんですよ。いや、なるほど。なんかこう、やっぱり5、6あたりが新鮮で、7月が、まあ、はい、目いっぱい、はい、8になるともういいんじゃないかとか、うん、ここら辺がね、気温とちょっとファッション屋の辛いところですね。いや、やっぱりそうっすよね。あの、すごく反省ですね。あの、やっぱりどうしても、はい、あの、ファッション屋としてのなると、やっぱりその8の最後の方まで行っちゃうと良くないですよね、やっぱり。まあ、8月いっぱいはね、ギリギリつまんないけど許せるんですよね。はい、昨今は9月ですよ、問題なの。そうですね。夏より暑いでしょ、はい、夏より暑いのに夏の格好できないという、うん、ここが辛いですよね。確かに、そうですね。あ、じゃあちなみにあれですか、リネンが5月来て、冷やし中華始めましたじゃないですけど、ハーフパンツ、ショートパンツ、今日のショートパンツ始めましたみたいな。ショートパンツとなるとね、これはまた、はい、僕にとって別個で、別くくりですね。やっぱりね、年齢がいってっから寒い、ダメ。その辺ね、はいはい、ハーフパンツはやっぱり6月からですね。6月、ちょうど今から、うん、なるほど、6、7、8と。あとね、ハーフパンツっていうのはなんかあまりおしゃれを感じないんですよ、自分ら。ああ、そうなんですか。リラックスした街、家着なんですよ、うんうん、ホーム着ですよね、うんうん、だからそういう意味ではあんまり意識しないですね、そういうしゃれてるという意識を。あまり夏お召しになるこの、あ、もうまるで全く別ですね。あ、全く別ですか、ハーフパンツの場合はもうカジュアル、うんうん、あの、ある意味帽帯と一緒で、帽帯もね、結構いろんな柄でもいいんですよ、はい、帽帯に関しては、はい、普通のネクタイだと結構クラシックな小紋とかストライブが嫌なんだけど、はい、帽帯となると結構アートっぽいものでも平気なんですよ。だからハーフパンツも変な柄でも OK なんですよ。あ、
確かに、でもハーフパンツってのはなんかちょっと違う分野なんですよね。確かに柄もすごいのありますもんね、ハーフパンツになった瞬間に。それをね、あのロングのパンツにしちゃうとおかしいんですよ、はいはい、履く気はしないんですよ。コスプレッションが強いですよね。ハーフだとなんか許せるんですよね。なんかこうリゾート着なんですかね。あ、確かに、ハーフだから許せるって、アルファシャツ的なもんでしょうね、はい、確かに、その気分で着るといいかもしれないですね、うん、だから逆にハーフパンツでシアサッカーで収まるとか、はい、まあ、例えばこういうギャバで収まるとかいうと、なんか物足んないですよね、うんうんうん、ハーフパンツは。やっぱりハーフパンツはやっぱりちょっとアロファ的な発想が欲しいんですよ ね、はい、ね、僕の世代だから、はい、夏の間に何度かはバミューダスタイルにするんですよ。あ、そうなんですね。黒ソックス履いて、うん、ハイソックス、はい、でバミューダパンツ履いて、はい、バミューダって、まあはん、まあ、いわゆるちょっとロングな半ズボン履いて、はいはい、あとジャケットを着て、うん、まあネクタイはしてもしなくてもいいんですけど、はい、そういう格好をしたくなるんですよ。あやっぱそれはあの1年に暑い時特にそういうふうにしたくなる、うん、太陽があった方がいいよね。じゃあのバミューダっぽいくて行ったことないけどいや僕たちの世代とか僕よりも若い世代とかも多分それチャレンジしたいんですけど、正直きっかけがないので、ちょっと今年チャレンジして。いやだから僕も言ってるんですけど、オリンピックの開会式だけは楽しみなのは、はい、バミューダエリオの人が正式なバミューダスタイルなんですよ、はい、夏の大会だけ、うん、あれはね見るの楽しみですね。あ、確かに。それ以外ね今それを見る機会はないんで、うん、まあ、ランニングからちょっと僕が聞きたいということで K さんに違う質問言っちゃいましたけど、夏のスタイルやっぱりこう野暮にならないようにやっぱりおしゃれを意識して普段もランニングも皆さんで楽しみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日はすいません、ありがとうございます。僕の方は一個パタゴニア のエンドレスエンドレスもっこりパンツ早速ちょっとゲットしてみます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。